サムスン天洋機、サムスン天洋機は、日本の沖縄県で活動する政党、カリウシクラブが掲げる旗である。同党の党旗であるとともに、その設立を同党最大の目標とする、将来日本から沖縄が独立して生まれる、琉球共和国の国旗とも想定している。最近では、黄金サムスンとも称している。なおこれとは別に、沖縄旗というアメリカ系独立派の旗もある。 1968年頃、琉球独立党の初代党首のヌスクタケヒコがデザインしに二代目党首のヤラサスケが命名したもの。なお、中国とは無関係である。横長の旗で、上半分は薄い青色、下半分を、紺色ではケソの境界の中央部に、右から白、赤、木の三色の星を並べる。薄い青色は琉球の空、紺色は海を表し、 共に大自然を示す。また、白い星は道徳と理性、赤い星は誇りと情熱、黄色い星は平和と繁栄を示す。なお、道理を重視する姿勢から、白い星は一回りを大きく描かれ、赤い星と黄色い星は白い縁取りを持つ。最近では、黄金サムスンとも称しており、オリオン座の三つ星に神々が宿り、琉球をはじめとして、 世のすべての人々の幸福を見守っているという、琉球の古くからの言い伝えがある。なお、よく言われる左友絵を将来の琉球国の国旗にしたらどうかということに、対して、左友絵は王家の特権階級の紋章であり、友絵は日本各地の武家の紋章にも存在し、和太鼓や玩具などにも多く存在し、将来の琉球国の国旗としては、ふさわしくないと、 カリーシクラブは反論している。ありがとうございます。